こんにちは、ホースケ君。今日はどうしたの？いい質問だね。実はね、この森は水が流れ出ていく源の一つなんだよ。普段使ったり飲んだりしている水は、実はこの森が溜めてくれている水なんだよ。その秘密はね、実はこの森の土の中にあるんだよ。森の土はね、街中でよく見るアスファルトやコンクリートとは違って、とても柔らかくてふかふかでスポンジのようになってるんだよね。植物が土の中に根を伸ばしたり、虫やミミズなどの、土の中の小さな生き物の働きで小さな隙間がたくさんできるからなんだよ。森に降った雨水はこうした土の中の小さな隙間にゆっくりと染み込んでいき、時間をかけて地中を流れ、やがて地上に出て川へ流れ込んでいくんだよ。もし森がなくなってしまうと、降ってきた雨水の多くは短い間に川に流れ込んでしまい、急激に川の水が増えてしまうんだよね。そうすると洪水が起きやすくなってしまうんだ。森があると降ってきた雨水の多くはゆっくりと地下へ染み込んで、時間をかけて川を流れ出ていくので、川の水が急激に増えるのを抑えてくれているんだよ。それに雨が降ってもすぐに流れ出ちゃったら使えないよね。森に雨が降れば地上に出るまでに長い時間がかかるので、その間森は水を貯める働きをしてくれているんだよ。川の水が雨が降っていない時でも流れているのは、雨が降ってからしばらくの間森が水を貯めて少しずつ川へ流しているからなんだよ。だから森は緑のダムと呼ばれているんだ。他にも雨水が森の土の中に染み込んでいくときに、森の土の働きで水の汚れが取り除かれたり、岩石の間を通っていくときにミネラルが溶けていくので、きれいでおいしいお水になるんだよ。これから水を飲むときは森のことを思い出しながら味わって飲んでみてね。